はい、こんにちは、岡村海佐です。今日は今5時過ぎなんですけども、これから千葉北へ向かっていきたいと思います。久々の皆さんお待ちかねのハワイ帰りの安土城くんと鈴木奈々穂ちゃんのコーチングをするために向かっていきたいと思います。めちゃくちゃ眠いです。久々の早起きなんでちょっと眠いんですけども、まあ彼らが多分ハワイで相当練習して、まあ、進化してきたことをちょっと見ていきたいなと思うので、まあ試合も近いんで、3月はね試合ウィークということで、かなり毎週のように試合だったり強化合宿などもあるので、まあ、ちょっとチェックしてちゃんとしたサポートがしてあげられるようにちょっと頑張っていきたいと思うので、まあ、今から準備して向かっていきたいと思います。それでは後ほどです。はい、というわけでビーチに到着しました。今日は志田下でやっていきたいと思います。そしてジョー君、おはようございます。久々のコーチング編ということで、はい、よろしくお願いします。ボードは結構いろんなニューボードゲットしたと思うんで、ちょっとだけ紹介をお願いします。そう、これハワイで作った、ラディスのボードなんですけど、はい、長さは59です。59。サイズはこんな感じです。皆さん 18.75、 2.35 でリッターが26。そうです。ちょっと減らした、体重減った、いや、増やしましたよ、26。あ、ほんと？ 25.5 でした。体はでかくなったハワイで。なんかめっちゃ食べてたんですけど、若干痩せたでも日本でまた、ハワイ波あったからね、はい、動く量のがすごかったもん、ね、そうです。で、フィンは新しくゲットしたニックのラージです、はい、じゃあまあこれをテストしてみて、日本では何回か乗った？そう、乗りました、ね、どう？フィーリングはこれが一番なんか使えるって感じです。あ、ほんと。好みでも。あ、好みもいいんだ。好みもだと全然使えます。うん。サイズあっても良さそう、はい。なんかさっき形見た感じはサイズあっても良さそうだったから。はい、OK です。意外とバスいいです。お、いいね。じゃあ、まあ、とりあえずこれ試してみて、はい、後ほどフィードバックの方お願いします。了解です。はい。お願いします。おはようございます。おはようございます。今日の2人目のコーチングする選手は、奈々穂ちゃんです。お願いします。2人ともハワイ帰りなんで楽しみなコンディションですね。今日はやっと前回膝ぐらいの結構プアーコンディションだったんで、今日はちょっとオンシュアジャンクのワイルドコンディションなんで、ハワイ帰ってきてから一番サイズあります。こういうコンディション やりたかったっすよね。もうちょっと穏やかな方が、もうちょっと穏やかな方がいい。まあパドルも課題になってくるからね、今回は流れもあるしね。まあその辺も見ながら体力の感じとその板の感じと奈々穂ちゃんの調子の良さなども見れたらいいなと思うんで、ちょっと長めの板持ってきたね。これ長めです。ハワイで使ってた、ロッキーとかちょっと上がった時とか、使ってました。5-6ぐらい、5-6クォーター、あ、ハーフだ。あ、クォーターなんてあんだね。あ、なるほど。で、普段乗ってるのよりまあ、1.5 から2インチ近く大きくしてるってことで、ね、まあ、サイズあるときはね、パドリング長い方が安定するしね。あとラウンドテール、あ、いいですね。やっぱハワイとかでかい波はね、ラウンドテールが合ってきますね。バックヤーズでテール壊しまくって、これ壊れちゃった。まあまあ、なでも修理してるから大丈夫でしょ。わかりました。じゃあよろしくお願いします。さあ、久々のジョー君お帰りなさいコーチングセッションです。波はね上がったんですよ。なんかずっとなかったみたいなんですけど、セットで頭近いブレークが割れてます。もう多分これトッププロダッチだと思うんですけど、ちょっと逆光で見えないんですけど、みんなワンサカリッティングしてます。まあ、ジョー君は久々のハワイ帰りということで、どんなパフォーマンスをしてくれるのでしょうか。ボードのねフィーリングもちょっと見てみてアドバイスしていきたいと思います。奈々穂ちゃんも入水です。女子にはねちょっとタフなコンディションですけど、トッププロはこのコンディションもやらなくてはなりません。奈々穂ちゃんはちょっと左に流されていきました。今日は引きで撮るとね、かなりこのワイルドなコンディションなのがよくわかると思うんですけども、まあ、いいとこから乗れればね
トップの選手ならスリーアクションが入る波も来ております。周りはロッククロの選手も何人か入っておりますが、結構皆さん苦戦しております。今のジョーズの2コンボ良かったですね。1発目がかなりクリティカルで、2発目もすごいホルタ選手当ててたんですけど、最後ちょっと吹っ飛ばされちゃいました。さあ、ジョーク上がってきました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか？結構なんか、難しかったですか？難しそうだね。正面特になんかカレント入ってて軽くなったり、うん、癖がある感じするね。ボードの感じはどうですか？なんかトップに行く感じは良かったんですけど、うん、トップでちょっと切り返しが思ったようにシャキッていかなかった。あー、自分の思ったようにはいかなかった感じが。見た目はね、なんか悪くないんだけどね。ちょっとだけなんかそのボードとジョーのタイミングがちょっとずれてるかなって感じはあったけど。あとはなんか結構波が癖があって結構難しそうかな感じはしたけど、はい、でもそんな悪くないんじゃない？なんかフィン抜く感じとか、プールでも行って、うん、この日めっちゃハワイ調子よくて、うん、プールでもちょっとなんかあ、ウェーブプール、はい、うんうんうん、ちょっとモサいなっていう感じがして、英語に変えたら結構良かったんですけど、アルメニックのフィン変えたら結構良かった、はい、じゃあフィンチェンジだ。一回チェンジしてみます。わかりました、はい、お願いします。はい、ジョー君フィンチェンジで、はい、エアコアのアルメニックですね、はい、ラージラージ、オッケーです。まあ、このセッティングが一番慣れてるんでしょ？慣れてるっす。慣れてる、まあ、日本では慣れてる。今日ミックの日初テストだったからちょっとまだフィーリング合ってなかった。ハワイではちょっと、ハワイでは良かった。日本ではまだ初テストだった。こっちの板は、ああなるほどね、こっちは結構使ってます。ああああ、わかりました、はい、じゃあもう一回お願いします。お願いします。最後つなげるか、あーつなげないですね。ななおちゃんも上がってきました。そしてジョー君は今から入水をします。2ラウンド目です。ピンチェンジしてまた入水です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか1ラウンド目？思ったよりいい波だけど、ああ2発入る波探すのが、あでも1発のアクションは結構いいんじゃない？ちょっとクローズセクションじゃないけど割れてくるとかバーンって当てたのとかも結構良かったし、最後もカーブして最後なんだろう、波が張ってきてくれればね、そうです、良かったけど、まああのポジションだとワンアクションが結構精一杯かも、うん、でも人がいないから乗れたの。あ、そうだね、気持ち的には自由にやれて、私やっぱちょっと長い方が楽？うん、昨日短い方でやったけど、ちょっとくねくねしちゃったところが、ボード長い方が安定するよね。パドルの感じとか立った感じもね、なんかこう見た目よりちょっと軽い波だから、引っかかりやすいと。なるほど、オッケーです。ちょっと次ポジション指示してもいいですか？あ、はい、はい、で2ラウンド目お願いします。
七尾ちゃんも入水です。ちょっとポジションを今指示しましたので、次はいい波乗れると思います。乗れたら結構いいパフォーマンスが期待できるんではないでしょうか。さあ、じゃんじゃか波がやってきております。七尾ちゃんも食らいながら沖に向かっております。スープだらけです。初級者中級者の方は多分 100% やらないコンディションになっております。ただプロは試合が近いので皆さん練習しております。場所がもう全く来なくなりました。波もかなりぐちゃぐちゃで、さらに良くないコンディションです。多分10点15点の波ですね。プロは30人ぐらい入ってます。こんな感じです。さすがグランドチャンピオン西圭一郎選手、半端ない体感です。上がってきます。疲れたです。どうですか、結構荒れてきましたね。ジャンクだね。ジャンク、波数もなんか乗れる波がちょっと、あ、そうだね、波数は多いけどなんかもうまともな波がほぼない。ないガタガタだし。でも2本ちょっと乗れたっすけど、フィニッシュね、決めれるとね、はい、たださっきより1ラウンド目よりセクションが難しくなってるから、はい、フィンはでもいいんじゃない、そっちのあのエアコアの方が、そっちの方がなんか抜きもいいし、スムースな感じする。なんかさっきの方がちょっとスタックしてる感じや、スタックっていうかちょっと重そうな感じあったけど、軽快な感じ、いい意味で軽快な感じになってるから、はい、そっちのフィンの方がジョーにはエアコアの方が合ってるかも。どうするの、こっち試す、試した方がいいっすか。いや、ジョーが決めていいよ、好きな方で。なんか試したいなら試してもいいし、ラスがいたら嬉しいよ。試してみる。オッケー、ジョーの方がいいな。はい、一緒のモデルで、サイズも幅も一緒で、テールだけラウンドテールなで、フィンもフィリーペのラージですね。そうですね。乗り味はどうする、ラウンドとスカッシュ何が違う。ちょっと何が違う、スムーズ、スムースでちょっと抜けやすい。ああ、ルースしやすいけど、はい、結構レールワークが大事で。そうです。レールコントロールができると結構ターンすると安定させやすいよね。そうです。 OK です。じゃあちょっとさ、まだいっぱい乗ってないんで。あ、乗ってないの。じゃあまあ鳴らし、はい、どんな感じか、はい、でまあそんな攻めなくてもいいんで、はい、とりあえず決めれるとき決めてもらえたら、はい、お願いします。ちょうど七穂ちゃんがラストライドを決めまして、ジョー君が入水をしていきます。先ほどと同じパターンです。お疲れ様です。どうでしたか。結構コンディションが一気に変わりましたね。なんかえってぐらい変わっちゃって、ね、えってぐらい変わりましたね。板どうすか。板普通に
あり。サイズあったらいいかもね。結構ハワイでやってきたから慣れてるっていうのもあるだろうけど、走るし、なんか安定感ある。前よりでもレールワーク上手くなったから、長いボードも動かせるようになってきたね。短くしてもいいんじゃないって感じだけど、今日のサイズだとそんな波でかくなくて、なんかちょっとペラペラだよね、うん、そうですね。だけどなんかカービングで走る感じが。あ、そうだね。ビッグセットで、ビッグセットというか、なんかやっぱいい波乗って2ターン入れられたら、よりこう映えそうな感じはある。板は悪くないと思う。ちょっと乗ってないってのは。あ、そうだね。バックサイド結構バーンって当たった時のラインのデカさとかも、なんかこうハワイの成果出てたかなっていう感じはしたっすけど。波上がるとやっぱ楽しいですね。上がると楽しい。今日はゲットしやすい。あ、カレントあるからね。さあ、ジョー君、ボードチェンジで入水です。さあ、ナナオちゃんもラストセットです。さあ、最後にいいコンボが入れられるのでしょうか。ジョー君はやや左の突起で、ここですね、待っております。今のフィニッシュ良かったっすね。多分今日一のフィニッシュだったんじゃないでしょうか。あのね、掘れたセクション決めるっていうのはね、なかなかスキルがないとできないことなので、さすがです。ラウンドのボードは結構スムーズなサーフィンができて結構良さそうですね。こういうジャンクな波でもね、レールワークが上手い選手だとかなり使えるテールになっていると思います。ただね、コントロールが難しいので、その辺やっぱり自信ある方の方が有利かなって感じですね。すごい掘れたレギュラーがやってくるので、ジョー君が今狙ってるようなブレイクはかなり見応えありますね。ななおちゃん、ゲティングアウトに余っております。5分ぐらい経っております。
なかなか出れません。ナナオちゃん上がってきました。最後はパドル地獄に分からされておりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。最後ハードそうでした。なんか進まなかったずっともう5、6分ぐらい同じとこにいましたよね。ああパドルで、しかももうずっとスープが来続けてたの。ホワイトウォーターがもうひたすら来てて出づらい。しかもなんか流れも発生してて結構難しそうだった出るの。また入ったらすぐ波が止まった感じ。ああそうだ。まあしだしたは目まぐるしくコンディション変わるからそれに対応していくしかないかなって感じだった。どう、一本超俺がやってほしいラインができそうな感じで一発当てて、ああなフィニッシュ行ってほしかったんだけど横走っちゃったやつ、あれをそのままリエントリーノートリムで決めてくれたらもう合格だったっす今日。最後のセクションじゃなくて、うん、もう早いから、うん、はちょっと走ったよね。そう、もうなんかここで当てるか、うん、最後のところで間に合って当てれるかと思って最後の方走ってったら、うん、あそこはねやっぱちょっと難しいよね。読むのが難しいからセクションを、あのままの勢いで一発当ててたら7点って感じでもまあ走って抜けれてセクションあってバンって当ててもハイスコアだけど、あの波はちょっとはもう先がなかったから早かったからそのままの一発当てた勢いでそのまま一発当てれたらすごい良かった。見栄えが今までの女子で多分そういうラインやる人いないから、まあいろいろ課題見えたんで良かったです。ありがとうございました。お疲れ様です。どうでしたか。意外と良かったですね。結構良さげ。やっぱフィリペのラージいいっしょ。そうですね、なんか硬いけどラウンドだとちょうどいいよね。久々に使ったね。でいい感じだけどね、カービングの感じとかもうスムースだし、はいはい、切り返しもなんかこの温床の割にはハマってて、そうです ね自分のフィーリングも良かったでしょ。そうです、ね、かなりこっちも見てる感じ良かった。あとはなんかもうちょい修正してなんか、うん、ぐちゃぐちゃのとこちょっと決めづらいって。そうだね、こう波の使い方がもうちょいうまくやれれば普通に2発綺麗に入ると思う。なんかちょっと走ろうとしてるセクションとかが多いから走んないでこうなんかもうちょい上下使ったりとかすると逆に2発綺麗にパンパンって入ったりするかも。板は結構スピードも出てるし、はい、一番いいんじゃない。こっちよりもいいんじゃない。なんか波によっては乗りやすかったですね。乗りやすそう、なんか上に合ってる感じがした。すごいラウンドだしカーブも、あとロールインも1本、1回目なんかこうスカスカスカって引っかかったけど、はい、フィニッシュバーンって入ったのとかあるじゃん。あれとかも結構良かった。あれも一発目とかすごいちゃんとバッチリヒットしてたら寄れてきてちょっと、そうそうだよね、なんかうまくフローターとかローラーコースターでもバーンって綺麗に決めれたらね、コンボに入ってたらすげえエクセレントレンジなんじゃないかな。いい感じですこれ。ちょっと慣れてきて、そうだね、もうちょい慣らしたらより良くなると思う。はい、というわけで今日はナナホちゃんとジョー君のコーチング編でした。オリンピック会場のしだしたはね、すごいね、すごい風吹いてるんですけど、海見てもらうとかなりジャンクなのが分かると思うんですけど、まあ結構荒れ狂ったコンディションだったんですけど、まあ、2人もねかなりいい部分が見れたんで、でもまだまだね海のコンディションに合わせられてない部分とかもあると思うんで、まあ、3月は試合がたくさんあるので、まあ、そこでしっかり結果を出せるようにね、僕もコーチングしてサポートできるようにちょっと頑張っていきたいと思うので2人の応援もよろしくお願いします。概要欄にインスタグラムのリンク貼っとくんでぜひフォローなどもしてあげてください。で僕もアジアオープンとジャパンオープンなどデイリーで上げれるように頑張っていきますので、ぜひ皆さんも YouTube の動画をチェックしてもらえたら嬉しいのでよろしくお願いします。というわけで終わりです。見ていただきありがとうございました。